アイテム番号 SCP-727JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-727JP は現在収容されていません。機動部隊、3を中心に発信源の特定を行い、当該オブジェクトの確保、不可能な場合は無力化に努めてください。現在確保されている SCP-727JP-A のうち、上記の発信源特定のために利用されている1台を除く全個体は、電源を切った状態でサイト、81、のロッカーに収容されます。また、未回収の SCP-727JP-A の発見のため、機動部隊補2を中心に捜索活動を行ってください。また、一般市民に向けて、東日本深海放送と書かれたロゴのあるラジオは偽装された危険物である、とのカバーストーリーが制作され、発見した場合は近寄らず、速やかに警察に通報するように、との指示を発表するよう日本政府に要請がなされています。このカバーストーリーの強化のため、プロトコル、ファイアウォール、に基づき、内部に爆発性の化学物質を搭載した偽の SCP-727JP-A を設置するなどの偽装工作を行ってください。月曜日ごとに一度、7時55分までに SCP-727JP-A のうち1台を防音の施された個室内に設置し、SCP-727JP の内容を録音してください。また SCP-727JP の内容を確認する場合は、サイト管理者の許可を得た上で、必ず録音された音声を聴取するようにしなければなりません。D クラス職員に対して SCP-727JP の暴露実験を行う場合は、サイト管理者の許可を得た上で、防音の施された個室内で行ってください。録音、及び暴露実験が行われている個室内への立ち入りは許可されません。説明 SCP-727JP は、千葉県沖を中心とする半径およそ 400km の範囲内で受信できる特殊な音声放送です。SCP-727JP の内容は一般的なラジオ番組の形式を踏襲していますが、実際には電波ではない未知の手段によって送受信が行われています。財団による検証の結果、SCP-727JP は房総半島沖の30海号点付近の海底から発信されていると推定されていますが、その周辺に人工物の存在は確認されておらず、より正確な発信源は特定されていません。SCP-727JP の放送は毎週月曜日の7時55分に開始し、放送時間の長さは一定ではありません。SCP-727JP の番組は、ほとんどの場合、リュウグウ博士と名乗る男性と、ウナバラと名乗る女性の対話形式で構成されています。番組の内容は日本国内の事件の情報から、日常生活で役立つ知識の紹介まで多岐にわたりますが、しばしば虚偽の情報が含まれています。また、放送される音声は、熱い水槽を通したかのよう、と表現されるくぐもった音として聞こえ、時折水流のような音や泡の立ち上るような音が混ざることが確認されています。これらの音は番組の登場人物の動作に伴って発生する場合と、ラジオ放送におけるノイズのような形で発生する場合とがあり、後者の音は発信源から離れるほど多く発生することが明らかになっています。この性質は SCP-727JP 発信源の大まかな絞り込みに利用されています。SCP-727JP の音声を耳にした人物はそのまま聴取を続けたいという強い欲求に駆られます。外部からの干渉によって聴取を停止させられそうになった場合、聴取者は強い攻撃性を表し、激しく抵抗します。この攻撃性は聴取を再開した場合や放送が終了した際に消失します。聴取を続けた場合、番組終了の時点で聴取者の周囲で何らかの異常現象が発生します。この異常現象の種類は番組の内容に依存するようです。なお、これら人間に対する影響は SCP-727JP を実時間で聴取した場合にのみ発現し、録音されたものを聴取しても異常性を発揮することはありません。SCP-727JP-A は、SCP-727JP を受信するための専用の装置です。外見は通常のラジオ受信機と酷似していますが、内部構造は全く別種のもので、一部には解析不能の技術が利用されています。財団によって発見された際、すべての SCP-727JP-A には、東日本深海放送、と書かれたロゴマークのシールが貼り付けられていました。現在財団によって管理されている7475台の SCP-727JP-A のうち、2台は分析のために分解され、1台は機動部隊、3による発信源特定のために利用されています。
SCP-727-JP の存在は19に初めて確認され、当時、男性の頭部に突然角が生えてきた、との報告があったことから、その特異性が明らかとなりました。以来 SCP-727-JP による被害はたびたび確認されてきましたが、19に74代目の SCP-727-JP-A が確保されて以降、財団外部での SCP-727-JP による異常現象は観測されていません。また、現在確認されている SCP-727-JP-A はいずれも制作年代が同一であり、新たな SCP-727-JP-A の製造は行われていないと考えられています。このことから、財団が収容している74台の SCP-727-JP-A が現時点で存在する、少なくとも稼働可能な、全個体であると推定されています。2000年、月、日追記2000年、月、日。75代目の SCP-727-JP-A が発見され、財団により確保されました。この個体もそれまでに回収された SCP-727-JP-A と製作年代が同一であったため、新たに製造されたものではなく、単に所在地が、編集済み、であったために財団の目を逃れてきたと考えられています。ホイ 727JP-M1 以下はこれまで放送された SCP-727JP の一部を簡潔にまとめたリストと、その聴取によって発生した異常現象の一覧です。番組の詳細、確認された現象、備考。財団によって行われた初の SCP-727JP 暴露実験に使用された番組では優遇博士により財団の目的や大まかな構造について簡潔な解説がなされた。優遇博士は B クラス職員についても言及し、彼らを、実験ネズミ、と表現した。番組を聴取した D-8147 が突如として消失し、代わりにオスのラット、ラッチュスノーブジグス、一匹が死亡した状態で出現した。ラットの胃の内容物は、D-8147 の当日の朝食と構成分子が同一であった。優遇博士がなぜ財団内部の機密情報を知り得たのかは明らかになっていません。優遇博士おすすめのテレビ番組を紹介する番組、ドキュメンタリー番組、テレビドラマ、アニメーション番組を含む。番組を聴取した D-29781 の左目は視力を喪失し、代わりにテレビ番組の映像を映し出すようになった。なお、音声は出力されていない。映す番組は D-29781 の意思により自由に決定できるようです。ただし、サイト、81、周辺で受信できる番組に限られます。天気予報、サイト、81、が存在する地域の天気は雷雨と予報された。火の気がないにもかかわらず、突如スプリンクラーが作動。個室内をずぶ濡れにし、一部の電子機器が漏電を起こした。この日の天気は、実際には晴れでした。サルパ4にもできる簡単健康法、と題された番組。薬指を利用した健康法について紹介された。番組を聴取した D-3416 が、個室内で左手の薬指を右腕の脇に挟んでいる姿が確認された。D-3416 はこの後もことあるごとに薬指を脇に挟むようになった。D-3416 本人は、薬指を脇に挟むようになってから体調が良くなったと表明していますが、この、健康法、に対する科学的な裏付けはありません。質問コーナー。東日本深海放送という名前の由来について、もともとは海に関するニュースを報道していたため、と説明した。また、初回放送時の番組の再放送を行い、海洋生物の体の構造について説明した。番組を聴取した D-1142 は肺呼吸の代わりにエラ呼吸を行うようになった。D-1142 はその後、削除済み。質問の手紙が実際に寄せられたものなのか、またもしそうだとすればどこから送られたものなのかは依然不明のままです。東日本深海放送そのものに関するニュース、人手不足であることを伝え、新人職員の募集を呼びかけた。番組を聴取した D-9800 は即座にサイト、81、内の洗面所へ転移した。その後、D-9800 が水の溜まった洗面台で溺死している姿が確認された。新人職員の募集であるにもかかわらず D-9800 が溺死した理由については、現在議論がなされています。ホ
い 727JP、M2 以下は SCP-727JP の録音データです。録音データの閲覧にはサイト管理者の許可が必要です。音声記録閲覧のため、認証コードを入力してください。認証完了。閲覧が許可されました。音声記録 727JP、RCM2。日時2000年、月、日、7時55分。録音開始。激しい水音。海原東日本のリスナーの皆さん、おはようございます。竜宮博士おはようございます。海原東日本深海放送がお送りする、朝の深海チャンネルのお時間です。物知り竜宮博士がいろいろなお役立ち情報を教えてくれるこの番組、今朝は一体どんなことを教えてくださるのでしょうか。ちなみに、司会進行は私海原が務めさせていただきます。竜宮博士はい。今日はもともと、ウミガメのスープの発がん性についてお話しする予定でしたが、財団による深海アンテナの回収数が75台に達したことを受けて、急遽番組を切り替えてそれに関するニュースをお伝えしたいと思います。海原財団というと、以前この番組でも取り上げた異常物品を収集している組織ですよね。どうして深海アンテナが回収されているのでしょうか？竜宮博士はい。なぜかはわかりませんが、財団は我が社の深海アンテナを異常物品であるとみなしたようなんです。海原 A。泡立つような音、そんなバカな。竜宮博士当然ながら、我が社の製品には、異常、な点などなく、最高品質のものをご提供しております。そのため、この主張は虚偽であると言わざるを得ません。近年このような嘘で物品を騙し取るケースが増加傾向にあるため、リスナーの皆様も、どうかくれぐれも詐欺にはお気をつけください。海原でも、財団は一体どうしてそんなことをしているのでしょう？竜宮博士おそらく、我が東日本深海放送が提供する番組の内容が、海原番組の途中ですが、ここで東日本深海放送が午前8時をお知らせします。時報音。竜宮博士、水音を伴う咳払い、我が東日本深海放送が提供する番組の内容が、財団にとって好ましくないものであるからだと思われます。海原好ましくない、ですか？竜宮博士、財団というのは秘密を持つことが好きな団体でして、部外者に首を突っ込まれるのを極端に嫌うんですね。泡立つような音、しかし、当然ながらこのような暴挙に出ることは自由に対する罪であり、許しがたいものであります。海原では、竜宮博士、我々はこれからどのように行動すべきだと思われますか？竜宮博士はい。我々東日本深海放送は、残る二人のリスナーの皆様のために、財団の圧力に対し断固として立ち向かっていかなければなりません。また、リスナーの皆様におかれましても、どうかこのような暴挙に屈することなく、毅然とした態度を崩さないようにお願いいたします。財団はおそらく様々な手段をもって自由を弾圧しようとするでしょうが、共に立ち向かいましょう。海原ここで番組終了のお時間がやってまいりました。来週のこの時間は、日本海港ビル再建についての最新情報をお伝えします。それでは、また来週お会いしましょう。今日も健やかにお過ごしください。さようなら。激しい水音。録音終了。終了報告書音声中の、深海アンテナ、とは、SCP-727JP-A を指していると思われます。この放送を聴取した D-12906 は、個室の扉を開いた途端、実験を担当した、博士とエージェント、に襲いかかりました。D-12906 はその場で収容され、二人に怪我はありませんでした。また、番組の内容から、竜宮博士は財団の最近の動向についてもある程度把握していると思われます。SCP-727JP-A には外部を観測する機能が付属していないにもかかわらず、なぜ財団の様子を把握できるのかは明らかになっていません。好き勝手言ってくれるじゃないか。異常な点はない。だって、全くもってふざけてる。博士。ホイ 727JP-M 3蒸気の放送を受け、財団は最低でも2台の SCP-727JP-A が未回収のまま残されている可能性があると判断しました。
現在機動部隊ホ、2を中心に捜索が続けられており、またプロトコル、ファイアウォール、に基づく偽装工作の成果で、東日本深海放送、は現在、一般市民の間ではカルト的テロリスト集団の名前として知られています。しかしながら、現在に至るまで残る SCP-727-JP-A の発見はなされていません。残る二人のリスナー、とやらは、本当に存在するのでしょうか？これまでにも SCP-727-JP にはたびたび虚偽の内容が含まれてきたことを考えると、私にはこれが財団に無駄骨を折らせるためのでっち上げであるように思えてなりません。SCP-727-JP の放送者が財団に対して悪意を持っていることは、放送の内容を見る限り明らかですから。エージェント。仮に現時点での SCP-727-JP-A 残存個体が存在しないとしても、新たな SCP-727-JP-A が製造されないという保証はどこにもない。その上、これまでの放送から、相手は財団に関する情報をある程度保有しているものと思われる。そのため、もし仮に未回収の SCP-727-JP-A が存在するとなれば、その放棄は収容違反であるだけでなく、重大な機密漏洩にもつながりかねない。したがって、少なくとも SCP-727-JP 発信源の収容あるいは無力化が完了していない現状にあっては、未回収の SCP-727-JP-A が残存するとみなし、可及的速やかに確保を行うこと。サイト管理者、博士、